こんにちは、アリーパラオのじゅんです。今回はナイトマーケットをご紹介します。さあ、今回は2日連続で皆様にクリスマスっぽい映像をお届けできればなと思います。まあ今年1年やはり新型コロナウイルスの影響もあって、皆様なかなか思うように旅行に行けなかったりとか外出できなかったりとか、大変な1年だったと思いますので、パラオのクリスマスで少しでも海外のこのクリスマス感を味わっていただければと思っております。まず1日目の本日は、パラオで2週間に1度開催されているナイトマーケットという夜市を皆様にご紹介したいと思います。こちらのナイトマーケットなんですけれども、今年の上半期ぐらいまでかなは、町の中心街にあるベツレヘム公園という公園で行われていたんですけれども、改装工事の関係もあって現在は日本パラオ友好の橋 KB ブリッジという大きな橋のたもとにある公園で開催されています。で、今回は音声とナレーションでお楽しみいただければと思うんですけれども、パラオの伝統工芸だったりとか、パラオの音楽だったりとかっていうのも、見れますので、皆様ぜひお楽しみください。それでは行ってみましょう。さあ、それでは早速ナイトマーケットを歩いて回っていきたいと思います。こちらのナイトマーケットは大きく2つのエリアに分かれていて、今いる飲食の屋台などが並んでいるエリアと、ダンスや楽器演奏を見ることができるステージのエリアになります。まずは夜店が並んでいる飲食エリアから見ていきたいと思うんですが、このようにたくさんの飲食店が並んでいて、飲食店は主に地元のレストランの方が出店されています。出品内容も様々なものがありまして、地元の野菜、お弁当、フィリピン料理、中国料理、韓国料理、タピオカドリンクなんかもあったりとかして、中にはたこ焼き屋さんもありますね。それではもう少し歩いてみようと思います。はい、このようにたくさんの人であふれかえっていますね。僕が行った時間はまだそんなに早い、遅い時間ではなかったので、まだ人は、多くなかったんですが、それでも結構なにぎわいでした。だいたい夜の7時から8時ぐらいになるともっと混み合ってきますね。そしてお次はこちらのお母さん、カゴを追っていますね。ここではパラオで昔から伝わる工芸を目の前で見れるエリアもあります。こちらのカゴオリはパンダナスという種類の葉っぱやココナッツの葉っぱなどを乾燥させて、このようにカゴを折っています。続いてパラオの伝統工芸、ストーリーボードというものですね。木にパラオに残っている神話やおとぎ話などのストーリーを絵で彫っていくものになります。パラオでは特別な日やお祝いにプレゼントにすることが多いですね。こちらのお父さんはサメのシェイプの中にヤップという島から伝わったストーンマネー、石のお金が運ばれてきた時のストーリーを彫っているところです。はい、そして最後はステージのエリアですね。パラオの音楽はキーボードのドラム、キーボード演奏をギター演奏に合わせて歌われることが多いです。バンドでいうベース、ドラムがいるグループはとても珍しいですね。実際のパラオ音楽を聴く機会もなかなかないと思いますので、今日は存分にお楽しみください。Love.
いかがでしたでしょうか。パラオの夜市ナイトマーケットご紹介しました。さあ、そして2日間連続でクリスマスっぽい映像をお届けしよう企画、明日はですね、クリスマスの2日間のみ開催されるクリスマスビレッジというイベントと、あとは、ライトアップされた国会議事堂の様子をお届けできればと思います。それではまた明日お会いしましょう。アリーパラオのジュンでした。